ダイヤの A、ダイヤの A、ダイヤのエース、エース・オブ・ダイヤモンドは、寺島雄二による日本の漫画作品。週刊少年マガジン、講段社にて2006年、第24号から2015年第7号まで第1部が連載され、当初は、同年春から第2部を連載予定だったが延期され、同年第38号で、第2部、ダイヤの A、悪態、ダイヤのエース悪と通が、 連載開始した。主人公である野球少年沢村英順が野球名門校で甲子園出場を目指して奮闘し、エースピッチャーを目指し成長していく姿を描く高校野球漫画である。本作は競合校への野球留学を肯定的に描き、部員数が100人近くいる野球部を舞台としている。競合校がひしめく東京地区を制し さらに全国制覇することを目標としている。主人公のピッチングスタイルは、バックを信じ打たせて取るというものである。タイトルの、ダイヤのエースは、野球の内野を、ダイヤモンドと呼称することと、沢村が投手として、ダイヤの原石であるという二つの意味から扱けられたもので、ある。第53回、平成19年度小学館、漫画賞少年向け部門、第34回。 平成22年度講談社漫画賞、少年部門受賞。総発行部数は2500万部を突破。2013年10月より2016年3月までテレビアニメが放送された。2015年8月に舞台化作品が上演された。本作のスピンオフ作品として、ダイヤの B、青銅高校吹奏楽部が講談社マガジンポケットで、 孫目メヤによって連載されている。統合により、廃校が決まった母校、赤城中学、長野県の名を残すため野球好きの少年、沢村英順は、同級生たちと共に、中学生派を目指す。だが、沢村の冒頭により一回戦敗退が決まる。その試合を、たまたま見に来ていた、高校野球の西東京地区名門、聖堂高校のスカウト高島玲は、 沢村の持つ天生の素質を見抜き、彼をスポーツ推薦枠で招き入れたいと申し出る。聖堂高校を見学に訪れた沢村は、天才星みゆき和也と出会い、地元の仲間たちからも強く後押しされ状況を決意する。聖堂に入学した沢村は、同じ一年生の古谷明が投じた玉のスピードを目にして、度肝を抜かれる。明るい性格で、チームのムードメーカー。 そして、打者の手元で微妙に変化する、癖玉、ムービングファストボールを駆使するサウスポーの沢村。豪速球を持つが、ゆえ、まともに受け止められる保守に恵まれず、天才、三幸和也なら自分の球を受け止めてくれるかもしれないと考えて上京した、孤高の天才投手、古谷。二人の存在は、故障明けの三年生投手で、エース。 丹波光一郎や二年生の川上健治の心に火をつける。青堂高校は夏の西東京地区大会でシードとして2回戦から出場。公立高野米門西高校をコールドで破り、続く3回戦でも都立村田東高校相手にコールド勝利。4回戦では台湾からの留学生のエース、陽春新を中心とした秋川学園と対戦、勝利し、 ベスト8入り。準々決勝では、本命と思われた塩尾美を破った一年生、スラッカー、とどろきがみなりしを中心とした、薬師高校と戦、勝利し、ベスト4入り。準決勝では大巨人と呼ばれるエース、牧洋介を中心とした千泉学園を破り、決勝進出。決勝では、西東京地区最大のライバルであり、関東ナンバー1サウスポートなだかいなるみやなるを、 エースとした稲城実業と対戦し、あとアウト一つで、甲子園というところまで追い詰めるものの、逆転サヨナラ負けを喫し準優勝に終わる。夏の大会後、秋の大会へ向けて、新チームが指導する最中、長年甲子園出場の結果が出ていないことから、監督の片岡鉄心が辞表を出していることが、チームメイトの間で明らかとなる。秋の大会で優勝し、 春の選抜甲子園出場を決めれば、監督は辞めないだろうと考えたチームは結束し、秋の大会を勝ち進む。1回戦では、東東京地区から、夏の甲子園、ベスト16入りした、競合、低東高校と、戦、コンディションの悪い雨の試合で1年生投手、向井太陽に苦戦するが勝利。三回戦では、夏の甲子園準優勝の稲木実業を激闘の末、 破ったダークホースエースで4番の梅宮誠一率いるうくもり高校と戦し勝利。4回戦では東東京地区の文部両道の公立校王国高校と対戦し勝利。準決勝では千泉学園を破った強力打線が宇野の聖光学園と対戦し勝利して2大会連続の決勝進出。決勝では夏の大会や練習試合でも戦った。 薬師高校と再戦、エースの真田俊平相手に1点ビハインドで9回、表にアウトランナーなしまで追い詰められるものの、夏の大会とは逆に逆転し、エースナンバーを背負った古谷が9回裏をシャットアウトして、選抜甲子園出場を決める。選抜甲子園でも沢村がリリーフ登板したところで、第1部間となる。甲子園出場を決めた沢村ら聖堂高校は、 冬の合宿を乗り越え、全国制覇を目指し春の選抜に挑む。初戦、1回戦は、九州代表のあきら高校を相手に5対2で、勝利する。続く2回戦の新潟代表、日本昭和戦も7対3で勝利し、ベスト8入りする。3回戦、準々決勝では、夏の甲子園で、稲木実業を破り優勝した北海道代表の、駒台藤巻高校と対戦。 守備では初回2に二失点を喫し、攻撃では2年生エース本郷正宗の前に1、安打カンプーされ、検討虚しく礼対2で敗退する。沢村は、初戦以外で番がなく、悔しさを胸に、甲子園球場に別れを告げる。春を迎え新入生が入部してくる中、聖堂は、春の都大会を3回戦からのシードで準決勝まで、順調に勝ち上がる。しかし、 準決勝の塩見光戦で5回に一挙5点を失ったことが響き3対5で敗戦。上位2チームが進出する関東大会の出場を逃してしまう。この敗戦を受けて、片岡監督は夏に向けて、背番号は一旦白紙にし、ベンチ入り20人を選び直すと宣言する。その後、聖堂グラウンドでは前年と同じく新入生の力を見るのと同時に、 控えの二軍へチャンスを与えるための二三年生、対一年生の紅白戦が行われ、前年と同じく上級生が下級生を圧倒していた。春からの三ヶ月間で、古谷は故障しがちなことと幸不調の波が激しい、欠点を克服できず、夏の大会のエースナンバーは、練習試合で地道に結果を出し続けてきた沢村へと託される。そして、沢村たちの二年目の夏が始まる。 読みは、聖堂高校。西東京の野球名門校。野球部員の多くが、都会からの野球留学者で、専用寮である、青心寮に入寮している。作中の描写から、各学年に1名ずつの、計3名がルームメイトとして私生活も共に、していることが伺える。多数のプロを生んでおり、設備も、都内トップクラスで、西東京では、稲木実業、工術、 千代見こう、校実と並び、トップ3と言われているが、近年は、その2校に、甲子園出場を独占されている。夏大では、決勝で稲見に敗れるが、秋大では、決勝で、薬師高校、工実を破り、甲子園への切符を手にした。選抜では、駒台藤巻に敗れを走ったもの,のベスト8という記録を、残した。この学年の分類は、アクト2時点に順次。 本編開始時点では一学年下となる。才能はあるものの中学時代に実績のない選手が多く、入部当初は不作と言われた世代。唯一、都内ナンバー一保守と言われたクリスだけが別格扱いだった。その後、勇気を筆頭に選手たちが努力を重ね、大きな成長を遂げた一方、クリスは右肩を故障し一年間の戦線離脱を余儀なくされた。 読みは、一大参考で、正式名称は、市川大学第三高等学校。前回選抜ベスト8の、西東京の競合。読みは、稲城実業。毎年聖堂、塩見校と甲子園を争う、西東京の競合校。去年の甲子園出場校。読みは、秋川学園。西東京、練馬区。聖堂の4回戦の相手。もともと、 進む学校のためあまり野球には力を入れておらず、かつては一回戦負けが当たり前だったが、留学生、洋の野球に対する熱意により変わりつつある新栄校。左打者がスタメンの9人中7人と多い。読みは薬師高校、西東京の私立高校。チーム全員が相当バットを振り込んでおり、爆発力のある重量級打線で大量点を奪う。 攻撃型野球が持ち味。選手権大会西東京予選はベスト8。秋季東京大会は、準優勝。全国選抜野球大会では、ベスト4。選手権予選。秋季大会で負けた対戦相手はいずれも、聖堂高校。読みは、戦線学園。東京都、八王子。西東京ベスト4。聖堂の夏の準決勝での対戦相手。 ベスト8条連行で、制度を、次第に並ぶ、名門校として最近名を上げてきているが、他校から及びがかからなかった選手が多い。読みは、桜沢高校、西東京ベスト4、夏の大会の準決勝で稲見と対戦した。都内有数の進学校で20年連続の、初戦敗退だったが、長い戸口たちの努力で、シード校を破るまでに成長した。みは、 成功学園。秋の大会準決勝での聖堂の対戦相手。夏の大会は満塁の押し出しで1回戦で負けてしまっている。読みは国士舘高校。東東京の古豪であるが、近年は聖堂の二軍が相手でも勝てないほどの戦力になっている。アニメ版では公名が国土館、国土館に変更されている。読みは帝東高校。 東東京代表として夏の甲子園に出場し、ベスト16という成績を収めた。秋季大会本戦の1回戦で、青銅高校と対戦した。読みは、宇ぐ森高校。夏の東東京大会で、ベスト16入りした高校。エースで4番の梅宮が、マネージャーの名をと共にチームを率いる。秋季大会では、 今年の甲子園準優勝校の稲城実業相手にの位置で逆転勝利を果たし注目のダークホースとなった。時折発揮される意外性積極的プレイで流れや観客を味方につけるチーム。読みは大谷高校、東東京。7年前に甲子園出場経験がある都立高校。ライナー性の強い打球を放つ打線と、 進む学校ならではの頭脳的戦略を持ち味とする。読みは、大阪気流高校。大阪を代表する強豪。前年の夏の甲子園準優勝校。部員平均の背筋力が 180kg を超え、全国一とも言われるパワー野球が持ち味。守備も堅実で、チームの結束力の強さも、長所の一つ。制動と練習試合を組む。読みは、 駒マ大藤巻高校。南北海道にある、今夏の甲子園出場校であり、稲木実業を破り甲子園優勝を果たした。系統を得意とし、神宮大会でも、穂明高校を破り優勝している。選抜では、清正社を下し優勝を果たしている。読みは、白竜高校。群馬県にある甲子園常連の強豪校。選抜では、 三馬総一郎を中心に、チームの平均累間タイム4.1秒という、全員収束の機動力野球で勝ち上がり、準決勝で、駒大藤巻に敗れたもののベスト4の成績を、残した。ゴールデンウィークの練習試合で、聖堂と対戦する。2013年10月6日より、テレビ、東京系列にて放送。その後、2015年4月6日より、放送時間が、 日曜8時30分から月曜18時に変更され、新シリーズ、ダイヤの A、セカンドシーズンマイナス、ダイヤの S セカンドシーズンが2016年3月28日まで放送された。2019年に、続編、ダイヤの A タイが、テレビアニメ化予定。ストーリーはほぼ原作通りだが、 放送時間の影響で、下ネタや教育上悪影響を及ぼすと思われる、描写はカットされている。第1期の第28話、第2期の第1話、第3話は、総集編である。第2期の第43話に、主題歌を担当しているグレーのテルが、本人役で出演している。レーベルは、ポニーキャニオン、セル版とレンタル版では、収録話数が異なる。レンタル版は、 各巻2話ずつ収録。以下は、セル版について述べる。原作コミックス第1部第44巻、第45巻、第46巻、第2部、アクト2第4巻、第5巻の DVD 付き限定版に収録。第1話は、小港良介。第2話は、倉持洋一。第3話は、川上賢治の過去の話をアニメ化したもの。第4話、第5話は、 原作コミックス第1部第47巻の周期、大会優勝後の短編の内容をアニメ化しており、事実上、テレビアニメ第2期最終話の続き、あるいは保管する内容となっている。第4話の終盤に、主題歌を担当しているグレーのテルが本人役で出演している。音泉、響きラジオステーションにて2013年10月1日から2016年4月12日まで。 配信されたアニメ版のウェブラジオ。2015年4月7日まで毎週火曜、4月14日から各週火曜更新、全105回。パーソナリティは、ローテーション制。2017年1月5日より6月29日まで、文化放送にて、木曜21時30分に放送された。パーソナリティはアニメで、沢村栄順役を務める大阪良太と、舞台で、 三ゆ和也役を務める和田拓くが週替わりで担当した。第1弾、ダイヤの映像ライブは2015年8月1日から8月9日まで、ゼップ、ブルーシアター六本木で上演された。脚本、演出は、浅沼慎太郎、制作は、オフィスエンドレスが担当。野球漫画が舞台化されるのは、1969年の巨人の星以来46年ぶりとなる。 舞台化が発表された当初は、浅沼が、脚本、浅沼と、川尻慶太が演出で、2015年1月23日から1月31日に、木の国やサザンシアターで、上演予定だったが、公演を延期となっていた。2> 第二弾、ダイヤの映画ライブ E は、2016年3月17日から3月21日まで、天王洲銀河劇場で、3月24日に、 名古屋文理大学文化フォーラム大ホールで、4月1日から4月3日まで、森の宮ピロティホールで演された。第3弾、ダイヤの映像ライブ e は、2016年8月19日から9月4日まで、ゼップ・ブルーシアター六本木で上演された。第4弾、ダイヤの映像ライブ4は、2017年4月6日から4月13日まで、シアター1010 10で、 4月20日から4月23日まで、梅田芸術劇場で上演された。第3弾と第4弾では、マネージャーの吉川春の役を、テレビアニメ版と、同じく声優の遠藤ゆりかが演じている。第5弾、ダイヤの映像ライブ V は、2017年9月7日から9月10日まで、新神戸オリエンタル劇場で、9月12日から9月14日まで、JMS アステールプラザ中ホールで、 9月17日から9月18日まで北九州芸術劇場大ホールで9月20日から9月24日までシアター1010 10で上演された。また9月24日に行われた大仙集落公演の模様を全国の映画館でライブビューイングレた。ダイヤの A サマー・オブ・キングスが2015年からグリーより配信されている。このスマートフォン用アプリゲーム 実況パワフルプロ野球とコラボレーションする形でゲーム内のサクセスシナリオモードの一つとして本作主人公が所属する青銅高校編が2015年4月より配信中通常サクセスシナリオでは野球以外にも様々なイベントを設定していることが多いが青銅高校編では原作に準拠し基本的にはひたすら野球の試合練習に邁進する 2015年4月9日にダイヤの A の原作柄のラインスタンプが配信開始された。2015年11月26日に取り下ろし、ボイス付きでアニメ柄のラインスタンプが配信開始された。どちらも講談社によるリリース。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。